んな感じで牛さんを描いてみました。このぐらい色鉛筆の色を使いました。はい、私が一番難しかったのはこの刀身ですね。こう全体像を描くときにこの足の長さとかはすごくこの足結構難しかったです。何度も描き直しました。で、なんだろう、コツっていうわけじゃないんですけど、やっぱこの柄が特徴的だなっていうのがあって、これはね多分矢の文様だと思うんですけど、矢っていう感じじゃないかもしれないんですけど、これあのねずこちゃんの鬼のやつのここちょっと使い端なんですけど、簡単に言うと多分ねこんな感じで、あ、ちょっと斜めになってた、こんな感じなんですよね。でもう一個、あれ違うな、ちょっと待ってね、あーなんかいっぱい出てきた。なんか描いててね模様ってすごい楽しくなっちゃいますね。なんか同じ柄なんだけどね。でこんな感じになってて、こうなんだろう、こう立方体みたいな感じのを描いて、こっちにはねこういう外に2本線を入れるわけなんですよ。でこっちは何もしないっていうのをどんどんつなげていく感じです。でここにこういうなんていうの、こう山があるから、ここからまた始めていくみたいな。でどんどんつなげると意外といい感じに描けると思います。で色もね、なんかね思ったんだけど、こう黄色の屋根の時には下がこう緑みたいな感じなんです。そうそう、こんな感じで緑で、で上がねこう濃い緑、ちょっと濃くないんだけど、これがまあ濃い緑で塗ったら、今度この模様のあるところの外側、この2本のところは黄色で、で中がオレンジ、ここだけオレンジ、こんな感じの柄なんですよね。それをねずっと続けていけば、なんとなく義勇さんの柄になります。まあすごい汚くてすみません。まあ、こんな感じでね描くと意外といい感じに描けますね。であとね一個思ったのが、鬼殺隊の大服あるじゃないですか、これの1番上のボタンと2番目のボタンの間にこのポケットみたいなこれがあります。だから何ってわけじゃないんですけど、大体の大服はそんな感じで描かれてて、こういう作りなんでしょうね多分。そう、あとこの小豆色、これを出すのが大変でしたね。あの何色なんですかね、これは何色って言っていいか分かんないぐらいのわけわからん色になってます。これよく見たらなんとなく小豆っぽく見えますけど、ねこの小豆色だとちょっとね明るいんですよ。そうだからこれだとちょっと明るいなと思って、もっと暗くしてほしいと思って、これに黒を混ぜて、で今度は青と赤と混ぜてみたり、もでまた同じ赤茶みたいなの上からいって黒を入れてみたいな感じ、結構何度も重ねて描いた色ですね。なのでもうこの色出してって言われたら無理ですね。そんな感じです。そうで、やっぱこの目ですよね、義勇さんのこの目、これキリッとした感じの目がねやっぱ特徴かなと思います。うん、善逸くんとか炭治郎くんとか猪之助くんはまん丸いお目目をしてますけれどもね、義勇さんはこうキリッとしたお目目が特徴ですので、なのでこの目がねあのよりなんかこうきつくなるように描くんだけれども、きつすぎないどっちやねんっていうのがを出したかったんです。ちょっと電話かかってきちゃって途中になっちゃったんですけど、だから義勇さんはキリッとしてクールなんだけれども優しさもあるんですよね。だからその極悪非道すぎる人間ではないので、そこもちょっとこう優しめなんだけどみたいなところも出したかったので、ちょっと難しかったです。はい、こんな感じです。ちょっとね切り取りたかったのでこんな感じでちょっと輪郭を描いてますけども、これは義勇さん、はい、こんな感じで描きました。
最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ではまたね、バイバイ。またね、今度描く絵を楽しみにしていてください。バイバイ。